1802年から1945年にかけて存在したベトナムの王朝である。1887年10月17日から1945年3月10日にかけてフランス領インドシナの一部としてフランスの支配下にあった。とは順化、不旬。国号ははじめ越南であったが、民意のち20年に大南と改めた。朝の初代皇帝の帝は、 五霊町大越中高期に、現在の南中部を支配していた、地方勢力、江南玄氏の出身である。あと、霊町中高期の提出は実権を失い、北側を支配する帝師と、南の広南、玄氏という二大勢力が分立し、両者は絵を境として退治していた。1771年、西山で玄学、 玄とも、玄恵の三兄弟に引きられた西山党の乱が勃発した。広南、玄氏が鎮圧に手間取る中、これを後期と見た北側の帝森は退去して軍を南下させ、1774年に本拠地府春が陥落し、当主玄福圧氏は南部に脱出した。西山三兄弟は、表向き上は、停止に従い、江南玄氏残党の討伐を行った。 1777年には、南部の家庭が陥落し、玄福厚氏の老いである玄福英を除くほとんどの王族が殺害されて、江南元氏は滅亡した。広南元氏の滅亡により、五霊町は、名目上は、帝氏の県政のもとに統一されたが、実際には、広南元氏の丘陵は、西山三兄弟が占有しており、南北対立の構図は変わらなかった。 1787年、西山玄島末帝の玄恵が、帝氏を倒すと、紀阜都の玄学は皇帝を名乗って、西山朝を樹立したが、真の救援を得た後霊長復興勢力を滅ぼす、戦いの中で、朝廷と対立しつつあった玄恵もまた不襲で皇帝を名乗った。結局、西山朝の南北領朝廷もまた退治、皇想に突入した。177 17年以後、 シャムに亡命していた元福英は、シャム王やフランス人宣教師のアドラン司教ピニョーラの支援を受け、粘り強く西山朝への反撃を継続していたが、西山城の内紛をつき、10年の戦いの後に西山城を打倒した。1802年に等、中部北方の不春に定め、江南原子を再興、元号を吉高とした。1804年には、真の佳境三から、 越南国王に封じられ、越南国を正式の国王とした、元朝は最初心に、南越号を求めたが、佳境帝からは、越南という国王を与えられた。南越という国王に、元朝の領土的野心を警戒したという見方もある。元朝は清志に彫刻を行って、形式上従属したが、国内の諸民族や周辺諸国に対しては皇帝を、称し、独自の言語を用い、 上天教運を国勢として、小中華帝国を築き上げた。国語、国勢と言語は、国内の公文書の冒頭に、必ず記載された。現朝は、現在のベトナム社会主義共和国に、ほぼ等しい領域を支配した、最初の統一王朝だった。それゆえに当初は、請求な集権化を行わず、現在のハノイを中心とした北機には、北城総陳を、 家庭を中心とした南紀に家庭上層鎮をそれぞれ置いて大幅な自治権を認めた。元朝は自国のことを中国と呼び世界の中心に位置すると称して自国と清は兄弟であり対等の国家とみなしていた。そして北にある清を北朝、自国を南朝と呼んだ。元朝の君主は清と同じ皇帝、天主の称号を持ち、 清以外の国と自国の民に対しては、大南国大皇帝を称した。しかし、大南国大皇帝の施設は、真の皇帝の前では、越南国王の代理人として長行した。カンボジア、ラオス、ビルマなどが、軍事援助を求めて、施設を送ってくると、現朝はその施設を、自国の得をしたってやってきた、俗国とみなし、自国が中国であることを正当化した。 現朝はこれらの俗国に囲まれた優越感と総主意識を持っていた。1815年に吉高律令が発布され、民を元乗りとした制度が導入された。第二大皇帝の民意の,ち帝の地味どの知性、特に1830年代に入ると真の制度に習った中央集権化が推進され、下挙制度や小区分の地方制度が整備された。 このような集権化政策は、北部、南部双方で反発を招き、北部では後、霊長の構想を称するハジムコレナガの乱。南部では、家庭上層鎮であった、ハジム分越の用紙ハジム分による反乱など、大規模な反乱につながった。また対外的には建国の際に、後ろ盾となったシャムとの関係が悪化し、カンボジアやラオスをめぐって、泥沼の戦争状態となった。 内乱は鎮定できたものの、カンボジアラオスの情勢は、基本的に、シャム側有利に推移し、ハントは最大に達したものの国は大いに疲弊し、その痛手から回復できないままフランスの侵攻を受ける、こととなる。産業革命を経験したヨーロッパでは、通商貿易の拡大を求め、アジア市場に、進出、17世紀初めには、通商を求める死者が訪問している。 現朝成立直後の1804年、イギリス施設 JW ロバーツが通商関係の改善を求めて他に来航し、1832年にはアメリカ合衆国からの施設も来航しているが、これを拒絶している。西山町との戦いの際にピニョーラの支援を受けていたため、当初はフランス人を優遇し、キリスト教を保護していた。更新の始む分越もキリスト教徒であった。 1799年のピニョウの死後、フランス革命やナポレオン戦争の影響で、しばらく、腰二つ間の交渉がなかった。ナポレオン戦争終了後、フランスは通商関係を求めて、越南日社を派遣している。吉高帝は建国の功績を認めフランス人を優遇していたが、通商要求に対しては一貫して拒否していた。1815年の吉高立礼発布以来、 儒教的な統治を理想とするようになった現状は、祖先崇拝を否定するキリスト教に違和感を有するようになった。1820年に民意の地三角が即位すると、真のものに基づいた支配体制が整備され、儒教の比重が高まるにつれて、排外的な傾向が現れるようになった。キリスト教を禁止して弾圧が実施され、排外政策に転じた。さらに、 フランス人も礼遇するようになり、次第に、フランス人に対する優遇措置も認められなくなって、古史仏関係を悪化させた。1824年には建国の際の功績者である、フランス人、ジャンバティスト・シェニョーが帰国を命じられた。1826年には、開国を求めるフランス軍艦の艦長との意見を拒否。同年には、シェニョのオイ・ジェーヌ・シェニョが領事資格で訪越したが、 これも拒否し、コシフ仏の公的関係は一時中断した。はじむ分の乱で、多くのキリスト教徒が多数参加していたことから、キリスト教への弾圧が激しくなり、1836年には、ピエール・デュ・ムーラン・ボリーラ7名のヨーロッパ人、宣教師が逮捕され、1838年に、処刑された。数百の教会が破壊され、弾圧を恐れた数万の民衆が、 三夜に逃れている。その後、アヘン戦争によるヨーロッパ諸国の軍事力に強くした現長は、キリスト教への弾圧を緩和した。1834年には、第一次大越戦争の結果、カンボジアのトンレサップコイ南の地域を支配下に、オキシジョウ最大の半島を記録した。1841年に即位した小地帝の地政になると、投獄していた宣教師を、 フランス軍艦に引き渡している。しかし、カくクな鎖国政策に変更はなく、1847年に来航したフランス軍艦が国書の伝達を請求したが、これを拒否。さらに海上防備を固め、ついにはフランス軍艦の砲撃が開始され、ダコで大南艦船5隻が撃沈される、武力衝突に発展した。この武力衝突は、元朝の態度を降下させた。 1847年に即位した首都帝は、キリスト教弾圧を強化、1851年から1857年にかけて、フランス、スペイン人宣教師を斬首刑に処した。フランス皇帝ナポレオン三世は1857年にシャルル・ド・モンティニーを派遣し、事態の前後策を協議する者の,の交渉は失敗。外交交渉での解決を断念したフランスは、 スペインと連合して、大南への武力侵攻を決意した。1858年8月、他は、シャルル・リゴード・ジェヌイ提督率いる普通西連合軍の侵攻を受け、9月1日に占拠された。その後、最高側を阻行した連合軍によって、家庭上も、陥落。1859年2月に、最高を占領した連合軍は、根拠地を宝移した。 これに対して、大南軍も反撃したが、フランス軍は1861年には、微州、家庭を、1862年には変和、変は、友越に続いて、英流を占領した。当時、北紀で発生した飢饉とそれに続く反乱などもあり、南方の最高より、国葬庫としての北紀の確保を優先した元長は、フランス軍との講和交渉を行い、反清志官と、 林忠徹トールを最高に派遣し、1862年6月に人術条約を締結した。この条約により大南は国内のキリスト教不教の自由を認め、南北東部賛成及びコンロン島をフランスに割上するとともに、10年年付で2000万フランの戦費賠償金を支払うことが定められた。南北東部賛成を獲得したフランスはメコン川を訴状し、 自然へ至る水路の調査を着手した。しかしメコン川中流域はカンボジア領内を通過しており、その地域での主導権掌握を起としたフランスはカンボジア国内の内向を利用して1864年にカンボジアを保護国とすることに成功する。しかしカンボジア国内ではシャムの支援を受けた反乱が続いており、この反対勢力を排除するために南規制部賛成の活動を 大南に迫った。首都府定がこの割上要求を拒否すると、フランス軍は1867年に西部三省への軍事進行を開始、南紀前省をその支配下に収めた。南紀の植民地化に成功したフランスは、メコン川を利用した清への通商ルート開発を推進した。詳細な調査が行われた結果、メコン川中流は、 現在のラオスカンボジア国境地帯を中心に急流及び岩礁が存在し、通商路として利用することは困難であった。このため、大体案として東京から黄河を遡上して、雲南へ至る通商路に注目した。この時期の現状では、反乱が頻発し、また、太平天国の系統を引くクレア中の軍団が侵入するなど、弱体化が進んでいた。 1873年4月、1回のフランス商人デューピューによる外交問題がたまたま発生。原因は、高賀高校に関することであったが、高知市な総督デュープレは11月、実験調査を名目に海軍隊員フランシス・ガルネを河内に派遣した。しかし、フランス人の高賀交通を要求するフランス側と、それを拒否する大南側の交渉は決裂。 ガルニエは武力行使に及び1873年に河内を占拠した。しかし12月には河内奪還を目指す国旗軍が反撃しフランス軍を撃退している。当時のフランスは不服戦争の敗戦処理に忙殺されており、総督府のインドシナでの拡張方針に反対の姿勢を示した政府はデュープレに北紀攻略中止の訓令を発令した。 そして戦後処理の講和会議が開かれ、1874年3月に第二次最後条約が締結された。この条約によりフランスは大南の主権を確認すると同時に武器の供与や技術者の派遣を約束、また大南は南記録省におけるフランスの主権を承認し、世帯及び明海を開港することが定められ、懸案であった。 黄河の通行刑をフランスに対し認めている。1882年末、黄河を走行していた、フランス人が老害で、国旗軍に阻止される事件が発生した。高知市なソー総督ルミルドビデルは、キノエイヌ条約違反を問責するため、アンリ・リビエール海軍大佐を河内に派遣した。河内に到着したリビエールは、外交交渉を無益と判断しただちに軍事行動に、着手。 カワチを選挙した。首都区定の救援要請を受けた清は北区に出兵。国旗軍も三世を拠点としてフランス軍と対峙した。国旗軍がフランス軍を撃破、リビエールを戦死させると、この敗戦を受けたフランス政府は大南への遠征軍を派遣することを決定し、大南とフランスの間での緊張が一気に高まった。フランスは、 大南の都城である潤化攻略を決定、1883年に潤化の外交であるスガン,ンを攻略、そのまま潤化への進撃を開始した。対外的危機を迎えた元朝で7月17日に、首都邸が崩御すると、これに伴いあまり素行の良くなかった老いの幾徳組門が即位したが、実の母であるじ、広史大号の命で元朝の実権を掌握していた原文章と、 御コト出説によりわずか二日で配立され、代わって7月23日に、首都定の弟の共和帝が擁立された。これ以後、三宮と呼ばれる自披露大号、合、0.8以降学費の三人の公費と、原文書、御コト出説による皇帝の配立が続いた。現長は抵抗することができずに講和を要請し、8月25日に、キビ条約が締結された。この条約で、 大南はフランスの保護国となり、中期は従来通り現状による統治を認めるが、北期にはフランス理事官を設置することとなった。共和帝は原文書、御子と施説の両名を排除して、フランスに接近しようとしたが、G、広史大号の命で逆に両者により捕獲され、反対した鎮銭誠も8月18日に殺害された。 十一月二十九日に廃位された共和帝が毒殺され、老いの憲服帝が擁立された。八百八十四年六月六日には更新条約が締結され、ここに至る大南はフランスの支配下に入ることとなり、フランスとの構想が終結した。憲服帝は、聖院を好む性格から原文章と擁母の学人が密通していることに気づき、彼らを処罰しようとしたが、 7月31日に在位わずか8ヶ月で学費に毒殺された。首特帝の法漁後1年足らずで4人もの皇帝が即位する異常事態に現状内部での混乱が続くこととなり、憲服カドの弟であるギ義カドが即位した。フランスが神仏戦争に勝利し、1885年6月に清との間に天津条約を締結。 清が大南のフランス保護領下を承認し、大南に対する総主権を放棄した。7月5日、フランスの高圧的な態度に反発した御子と室は、退仏クーデターを起こし、巡化のフランス中東軍及び在留フランス人を襲撃して、フランス勢力の一層を企てた。フランス軍は直ちに反撃を開始し、宮城を占拠された。御子と室は、 カンギミカドを要して、北方の公平省に逃れ、フランス勢力に対抗すべく、激文を各地に発した。フランスは、カンギミカドの巡回機関と、巫女室設の逮捕に努めたが、参観部で対抗する両者を捕捉することができず、9月には、フランスはカンギミカドの範囲を一方的に宣言し、代わってその兄の同系カドを擁立した。その後もフランスに対する放棄は続いたが、 近代的な装備を持つフランス軍の前に敗北してゆく。公平の奥地で抵抗を続けた、カンギミカドも1888年11月にフランス軍に捕らえられてアルジェリアに配慮され、見事トシツは清氏へ亡命した。その後も判定愛や木花求むによる抵抗が続いたが、それらも19世紀末にはほぼ鎮圧され、フランスによる 全面的な統治時代を迎えることとなった。フランスによる全土統治が開始された後、現朝は、司法、行政権のほかに、天礼、恩赦、勲章授与など、名目的な権限のみを与えられていた。こうした状況の中、それまでの武力闘争による現状浮力から、ヨーロッパの先進的な文物、思想を学び近代化を図る、 必要性が唱えられ、日本留学による近代化を図る反ハ,ハイタマラのドンツー運動に発展した。これらの運動は次第に急進的な民族運動へと発展していき、フランス当局の圧力を受けるようになった。1914年に勃発した第一次世界大戦は停滞していた現状内部にも大きな影響を与えた。大戦の影響により、 フランス軍の防衛力が低下したことから、維新カドを擁しての反ツクーデターが計画されたが、計画は事前に露見し、維新カドはレユニオン島に流され、代わって同系ミカドの長男のイ・テイが即位した。1925年にイ・ケーテイの崩御により、保テイが即位したが、その即位の際に皇帝の司法、行政権がフランスへ帰属することとなった。 フランスに留学していた、ホタイテは1932年に帰国し、立憲的な政治改革を目指したが、保守派の抵抗により断念した。日中戦争が激化すると、日本軍は、大南から小海石率いる国民政府への輸送ルートを遮断すべく、フランス領インドシナに侵入した。日本軍が中屯を続ける中、フランス領インドシナ政府による統治も継続された。 1945年3月11日、日本軍はインドシナ政府の武力制圧作戦を発動、保大帝はフランスからの独立を宣言した。しかし、間もなく訪れた日本の敗戦により、社会主義勢力主導のベトナム8月革命が起こり、8月30日には純化の工具で大意識典を行い保大帝は大位、ここ243年に及ぶ現長は、 滅亡することとなった。元朝は、一世一元の姓を採用していたため、皇帝はその言語を関した通称で呼ばれる。現代ベトナム語では、ミカドを付けず、言語のみで呼ぶ。皇族の意味名は、民意の地ミカドが1823年に定めた、女性命名札によって決められていた。女性命名札は五ことゼックの形式で、皇帝の意味名を定めた、日時部二重と、 支派ごとに定められた一締め及び二締めの武士から成り立っていた。例えば、帝系は、綿紅葉法営、保紀帝高市長、剣能をたたえ次術、与随国かまさの二十字から成り立ち、綿の世代は、武漢無理部、広氏は、神部、洋が示せ部、宝が、山部、久氏が、玉部と指定されていた。即位した神帝はすぐ正殿大和殿に上り、金星の、 魚性命名札原本を開き、自らの意味名を選んで解明することになっており、それまでの意味名は、字とした。なお、服の字は、性の一部ではなく、高難原子全体を表す意味名の一字であるが、通例皇族が名乗る場合には省略されることが多い。ありがとうございます。